皆さん、bonjour、トシカキューバーです。今の暴落はもう長くないですかと思っている人は多いと思います。確かに、その通りかなと思います。これを分かるのはやっぱりこのチャートになりますけども、これは S&P500 なんですけども、最高値からどのぐらいの幅で下落したのかを示すチャートなんですけども、結構長かったのはもちろん2000年のドットコムバブル崩壊で、だいたい半分ぐらいになって回復したんですけども、この回復はもうほぼ6年間もかかってしまいましたね。で、問題はもちろん次にもうほぼすぐだったんですけども、リーマンショックですね。急に株価が半分以下になってしまって、とんでもないことになってしまったんですけども、少しずつ回復していて、この回復には4年半もかかったんですけども、一応回復はできました。ですからずっと株価が上がっていて、で、今回もコロナショックもあったんですけども、ずっとすぐに戻って、で、これからこの今年の1月にスタートした暴落はまだ終わっていないんですけども、今の期間として2.8 年間なっていますんで、ほぼ2年間なっていますね。で、しかもこの残っている 6% の下落なんですけども、おそらく残っている、1ヶ月半で回復しなさそうなんで、おそらく、2年間以上の暴落にしてしまう可能性は十分あるかなと思います。なので、もちろん特にこのコロナショックの後に、投資を始めた方が多いので、これ見ると、ずっと株価も下落しているし、投資しても儲からないし、もうめんどくさいと思うのは当然のことかなと思います。ただ、言わないといけないのは、このチャートはあくまでも現地通貨、つまりドルベースで見た推移なんで、それを円換算した場合は、おそらく多くの人はもう儲かってるはずです。もう結構大きく円安になってきた影響もあって、この円に換算した場合は、これはもうマイナス弱で完全にプラスになっていますんで、おそらく多くの人は儲かってるはずかなと思います。ただ、現地通貨で見ると、今の暴落はリーマンショック以来の長い下落になっていますんで、それは長いのは長いですね。ただ、もちろんいつか株価が必ず回復してきますので、もう少し頑張っていくかなと思います。で、少しこれも連動しているんですけども、これはCTA と言われている、この株式とか投資を運用している人たちのアメリカ株のポジショニング、つまり株を買っているのか、売っているのか、ロングなのか、ショートなのかを示すチャートなんですけども、今年はずっと上がっていて、ロングめちゃくちゃ増えていたところで、ちょうど今年の夏からですけども、ずっと暴落していて、今はもう完全にコロナ以上のショートポジショニング。つまり、もう株を売りまくっている人はめちゃくちゃ多いというのはここでわかるかなと思います。なんでこの状況だと、もちろん株が上がりにくいんですけども、いつか戻るんで、そうですよね。ここのマイナス、ここ0なんですけども、だいたい、マイナスになるとしても、すぐに戻りますんで、いつかこれ戻ったら、もう今後の株価の回復もできるかなと思います。で、それも連動していて、特に FRB は利上げしてからもういろんな国債とか債券とか、あとは MMF と言われているマネーマーケットファンドといったところで、つまり安心できる、もうほぼ損する可能性はない投資の消費もめちゃくちゃ増えてきました。で、その影響もあって、わざわざちょっとリスクを取って、10% のリターンを狙う株式か、もう完全に安心して、完全にほぼノーリスクで 5% 取るのか、という選択肢があった時には、多くの人はやっぱりこっちを選んだんですよね。安全で安心できる 5% 取っていきましょう。つまり、各種に投資していきましょう。と思っている人はめちゃくちゃ増えてきました。それを分かるのはこのチャートになるんですけども、キャッシュ、つまり現金と、短期証券、つまり国債とかのところなんですけども、のポジションになっているんですけれども、つまり投資している人のポートフォリオの中にこのキャッシュの割合はどうなのかというところなんですけれども、ちょうど FRB が利上げをスタートしてからずっと上がっていて、今は 15.8% にはなっています。なので全体のほぼ 16% はキャッシュ、現金にはなっています。で、じゃあそれは高いのかというと、かなり高いですね。しかもこのコロナショックのどん底の時には 15.3% だったんで、それをすでに上回っています。で、しかももっと長くで見ると、この水準になっていたのは、このリーマンショックがあった時からの水準になっていますんで、実はこのキャッシュのポジションは2009年以来の高値になっています。もう誰もではないんですけども、普段よりは株式に投資したい人はめちゃくちゃ減っている状況ではあるのが、ここでわかるかなと思います。なので、もちろん安心して 5% もらえるのはいいんですけども、もちろんどっかでこの利下げされたら、この国債とか社債とかいろんな利回りが低下してきますんで、もう今後はあまりこの安心して儲からないので、次はこのお金はどこに行くのかといったら、もちろん株式になりますんで、これもプラス材料として取られてもいいかなと思います。で、これも結構面白いんで、どこまで当たるのかなんですけれども、ずっと皆さんが懸念されているのは、いつか景気後退、リセッションはなるのかなんですけども、それはいつなるのか、誰もわからないんですけども、一応一つのシグナルとして、失業率も見れるというのはここでわかると思います。つまりこの日は何かというと、失業率はずっと下がっていて、一旦直近の安値になりました。で、その安値から 0.5% 上昇した時から、いつ景気後退になったのか、をまとめたチャートなんですけども、まずこれは失業率の安値になっています。で、0.5% 上がりました。それは日付になっています。で、この日付からいつリセッションになったのかの日付なんですけども、この間はどのぐらいがあったのかですね。この期間がいつだったのかというと、例えばすぐだったのか、それとも1ヶ月、2ヶ月前とか、結構意外と短いですね。なんで、もしかして、ちょうど今この、一番上なんですけども、この19になっているんですね。なんで、こちらの失業率はもう、そこを打って、で、0.5% 上がりました。この 0.5% 上昇だったのは、今年の10月。なんで、もしかして、ついに、リセッションになるのは、今年の、本当に末か、来年の頭ぐらいになってもおかしくないですよ。というのはここでわかるかなと思います。なので、もちろんこれはあくまでも過去の実績なんで、今後の報酬にはならないんですけども、結構こういった情報が面白いんで、参考にもしてもらえたらいいかなと思います。で、これも結構深刻化というか、やっぱり結構ずっと今年もそうでしたし、で、来年になってしまったんですけども、どうしても円高になるんですよね、とずっと言われている中で、ちょっとどうかなと思いますよね。これはいろんな通貨の実効為替レート、つまり各通貨の強さを示すチャートなんですけども、今年の4月からを見ると、スイスフランとか、アメリカのドルとか、ユーロ、イギリスポンドとか、そこそこ強いですし、で、ちょっとオーストラリアは若干減ってるのは減っているんですけども、ほぼほぼトントンにはなっているんですけども、それと比べて、いつも通りですけども、目立っているのは日本です。日本円はもうずっと下がっていて、つまり通貨は安くなっている。日本円の価値が大幅に下落しているというのはここでわかるかなと思います。なので、もちろん今の150円よりは円高だっても全然おかしくないんですけども、2年前みたいに110円とかになっても、そこまで行くのは少ししんどいかなと思いますよね。なんで、140とか130ぐらい、一旦そこで安定してしまう可能性は十分あるかなと思いますよね。なんで、もう過去からすると、まだ円安にはなっているんですけども、この大きな円高、あまり期待しない方がいいかなと思います。なんで、もちろんこれもあって、じゃあ、アメリカ株にどう投資するのか、今投資したら、じゃあ円高だったらどうなるのか。で、さらに円高だったらどうするのか。もう結構今、難しいというか、やっぱりその時はできるだけずっと定期的に投資するしかないかなと個人的には思います。で、最後ですけども結構面白いんで紹介したいと思います。これは、アメリカの超大手のスーパーチェーンのウォルマートと、皆さんも知っている通販の Amazon の売り上げの推移です。薄い青い線はウォルマート。で、濃い青い線はAmazon になっているんですけども、2000年からのチャートで、ウォルマートは少しずつ上がっていて、今ほぼほぼ横ばい。若干上がっているんだけども、あまり成長していない。頃に比べて Amazon はずっと上がっていて、今ほぼほぼ近づいてきました。多分おそらくあと5年以内にはなると思うんですけども、Amazon はついにウォルマートの売り上げを超えていく。つまり逆転していく可能性は十分あるかなと思いますので、だいぶ Amazon は迫ってきましたね。やっぱり通販を皆さんも、コロナもありましたし、わざわざ外に行って買い物しなくても、家からワンクリックでは通販で買い物してしまいますので、皆さんも結構サボってるんですね。残念ながら。こういった情報もありますので、今後の売り上げの Amazon の業績も期待できるかなと思います。では、これで終わりしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとは Twitter もやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは画面に貼っていますので、ここに打てればと思います。最後に皆さんから何か勧めしてほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントに数を該当しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。